はい。皆さんこんにちは。ワンダリグリビジです。では今回は信長の野望大使パープキットをやっていきたいと思います。だいぶ久しぶりに信長の野望をやるんですが、今回のテーマはですね、Twitter とか YouTube のコミュニティ欄の方で、いろいろとお話だけは進めさせていただいていた、維新志士転生物語をやっていきたいと思います。で、信長の野望大使はですね、もちろん戦国時代を取り扱っているゲームなので、維新志士たちは登場しないので、オリジナル武将として登録して、今回はね、プレイをしていきたいというふうに思っています。で、例えば、長州藩士であれば、毛利に、薩摩藩士であれば、島津に、土佐藩士であれば、山内氏に、というような形で配置をしていくんですが、ちょっと困ったのがですね、会津、この、新選組、この取り扱いが少し困っていて、後ほどね、もう少し詳細をお話しさせていただきますが、今回ね、会津は、一番最後、信長の野望大使の一番最後のシナリオで収録されている大阪の陣でも、まだ会津にね、会津松平家の前身にあたる星名家が、入封していないということがあってですね、一旦、新選組、会津藩士に関しては、その星名家に入れるということで、今、信州にいるという状態からのスタートになります。まあ、そのあたりもね、少しプレイをしながらお話しさせていただきたいと思います。では、全国モードで始めていきましょう。で、難易度設定はもちろん超級ですね。そして、今回プレイするシナリオは、大阪の陣。この大阪の陣が一番その収録されているシナリオの中では幕末期に近い編成になっているので、今回はこの大阪の陣のシナリオを使っていきます。で、家康のところにはね、もちろん最後の将軍慶喜はじめ幕臣たちを入れたという形です。で、あとですね、ちょっとお話ししておくと、ここ、山内氏が土佐。で、ここが長州の毛利。で、薩摩島津という形ですね。なので、今回はね、この設定でプレイの方を進めていきたいというふうに思っています。では早速ですね、今回プレイする大名を選んでいきましょう。で、今回プレイする大名なんですけども、まあ、Twitter とか YouTube のコミュニティ欄で投票を行った結果、新選組が一番多かったんですが、先ほどお話した通り新選組の所在が微妙ということがあってですね、すいません。投票まで皆さんにご協力いただいたんですが、今回は龍馬伝で進めさせていただきたいと思います。なので、山内を選んでいきましょう。見るがよい。では、早速、プレイの崩壊していきまーす。我が志、必ずや果たしてみせましょう。で、もちろんですね、この後、武将のね、紹介、維新志士たちの紹介もしていくんですが、一旦大阪の陣のね、シナリオは皆さんに見ていただきたいと思います。
はい。ということで、大阪の陣の、冒頭のシナリオ、ご覧いただきましたが、今回は維新志士たちを、この戦国時代に転生させて、まさに家康を倒す倒幕、260年早い倒幕を行っていきたいというふうに思います。じゃあ、早速、プレイの方始めていきましょう。まずは、最初にですね、武将の紹介をさせていただきたいと思います。ここはね、山内家の志ですと、その特性ですね。では、武将をね、ちょっと見ていきましょう。おっと、いきなり山内陽道が出てきましたが、山内陽道の能力もね、結構高かった記憶があります。じゃあ、武将見ていきましょう。で、武将はね、例えばここに板垣退助とかいますが、こんな形で能力としては設定しています。じゃあこの能力の設定ってどうやったのっていうのがあると思うんで、そこをね、ちょっと解説していきましょう。で、ここからですね、ちょっとじゃあ武将をどのように作っていったのか、維新志士をどういう形でね、パラメータ設計していったのかというのを、解説していきたいと思います。で、今回はですね、ウィキペディアの方から、登場させる維新志士たちの顔写真を、お借りするという形を取らせていただいていて、そのお借りした顔をですね、この三国志スクール、三国志スクールの中で、実は武将をね、顔写真から作ることができる機能がついています。で、実際に顔登録していくと、ちょっとね、以前やったガンダム三国志のデータも残ってるんで、下の方に移動していくとですね、今回作っている維新志士たち、ずらーっとこのような形で登録していっています。で、一部はですね、ウィキペディアにそもそも載ってなかったりとかする場合はですね、ちょっとネタ的な要素で、入れてたりする、写真もあるんですけども、原則はウィキペディアの方から持ってきてですね、で、新規作成を行っていくという形です。で、ここで顔変更みたいな形で顔を選んでいくとですね、その顔に基づいた実際の能力値というのが、この三国志スクール上で自動生成してくれるというようなね、システムになっています。じゃあ、例えば新作さんの場合であれば、顔から設定を選ぶと、知力、武力、魅力、義理、仁徳、野望みたいな形で数字が出てきます。で、それをですね、今度は、信長の野望大使パワーアップキット側の武将編集で作成から、新規作成を行って、顔をですね、今回であれば、じゃあ高杉晋作ということで入れていくとですね、顔写真が反映されてきます。こんな感じですね。で、これ、実際に三国志スクールの方画面見ると、信長の野望大使に当然ない、設定パラメーターが用意されているので、まず、ランダムで一度作成します。ちょっと顔戻っちゃいましたけどね。顔戻っちゃいましたが、あとはここでですね、顔をもう一回設定して、名前も高杉晋作っていう形で入れて、で、あとは能力値のところなんですけども、三国志スクールの方で知力97って出ているものを知略と内政に入れていきます。ここだから97っていうような形で入れていく感じですね。で、武力の方を統率と武勇に入れていきます。こんな感じです。で、外政はね、やっぱり人徳ということで、高杉晋作は人徳が100なんで、外政100という形で入れます。で、個性とか戦法に関しては、さっきランダム生成したものをそのまま採用するっていう形をとって、いくことになります。で、あとですね、所在とか、あとは生没とか、列伝とか、このあたりを入れて決定をすると、その武将がね、実際に信長の野望大使パープキットの中に登場させることができるということになりますので、今回はね、そういった形で、転生維新志士たちの武将パラメーターを設定しています。といった感じで、武将の方を登録していっています。
じゃあね、板垣退助からちょっと見ていきましょう。板垣退助、天下人の眼光を志持っているんですが、外星が98っていうのがね、ちょっと秀でているかなというところですね。あとは、弥太郎。言わずと知れた三菱財閥の、まあ、創始者、初代総帥ですね。まあ、能力としてはね、まあ、内政知略に難ありかなというところですね。あと一応ですね、あんまり目立たないところではあるんですが、実は凝った部分で列伝もちゃんと入れています。日本で初めてボーナスを出した人物としても知られるというような形でね、入れさせていただいています。あと、岡田伊蔵とかに関してはですね、まあ、残念ながら、ウィキペディアの方でまともな写真がなかったので、まあ、ちょっとね、叱られたら取り下げようと思うんですけども、龍馬伝の方に出演していた、岡田伊蔵をね、そのままお借りしたというような形になっています。でね、本当にこれランダムで作ってるんですけど、先方で奥義一線を持ってたり、剣豪超連とか持ってたりしてですね、意外とマッチしてるなと個人的には思っています。幕末の四大人斬りの一人ということで、まあ知らなかったところで言うと、ジョン万次郎も護衛したみたいですね。勝海舟の護衛は龍馬伝でも確か、そういう一シーンが設けられていたかなと思うんですが、あとは、龍馬と一緒にね、亀山社中を設立した近藤長次郎。意外と能力のバランスが良くてですね、統率93、武勇93っていう、まあ、武力のところですね。三国志スクールでいう。で、外政、内政ともにバランスがいいのかな、というふうに思っています。あと、後藤翔次郎。これはね、もう完全に、武勇型の武将ですね。で、ゴンベイ。これは龍馬の兄です。バランスがすごく良く、まあ、どこのシーンでも使えるかなと。そういう武将になっています。で人物としては、龍馬の脱藩に断固反対。後、これを理解した。みたいな形で、龍馬伝の中でも描かれていた内容に近いようなね、表記にしています。であと、龍馬なんですけども、龍馬もね、実は知略内政が低い形にはなってしまっています。もう、これは本当に、龍馬の顔写真、これを使って、三国志スクールが、選定したね、パラメーターをそのまま入れているので、統率は93と非常に高いんですが、外政も85と、バランスが取れているように見えつつ、内政知略が少し低めという形ですね。あと、ジョン万次郎も、まあ、バランスが取れた内容になっています。で、ジョン万次郎に関して言うと、まあ、漂流した後、まあ、アメリカのね、捕鯨船に助けられて、渡米したと。いうような内容を入れています。あと、龍馬伝の中で前半すごくひときわ、まあ、際立っていた、竹ちゃんペタ。能力としてはね、ちょっと微妙かなという値にはなっています。あと、中岡慎太郎も、統率、知略、バランスが取れてるんですが、外政がね、ちょっとどうかなというところです。であと、山内淀。統率、武勇、知略、内政と、かなり高いレベルですね。外政がやや低めと。いう設定です。で最後、吉田東洋。吉田東洋もバランスが取れていて、外政がね、100を超えるという武将になっています。では、これらを率いて、倒幕運動に入っていきましょう。じゃあ、まずは、もう久しぶりの信長の野望なんで何から手をつければいいのかというのもあるんですが、武将を再配置しておきますか。その前に、内政。将棋を入れておきます。山内陽道がね、こんな感じでちょいちょい出てくるんですね、きっと。能力的に多分バランスがすごくいいんでしょう。あと、開発もやっておきます。まあ、おそらく、この土佐近辺で敵となる大名はいないでしょう。この四国では山内一強と考えていいと思いますので最初に入れる開発系のコマンドはどちらかというと国力アップ系のものを入れておきましょうか。山内、吉田東洋、外政値めちゃくちゃ高いよな。
で、あとはですね、まあ、忘れないうちに武将の移動をやっておきましょう。配属ですね。まあ、誰を移動させるかですが、まあ、板垣大輔。いや、板垣大輔を手元に置いておきたい。近藤長次郎。あとは、武智さんを、ちょっとじゃあ移動してもらえますか。承知いたしました。で、中村御所の方にも武将を一部移動させていきましょう。まあ、戦える武将というのが一番いいので、龍馬とか手元に置いておきたいよね。中岡慎太郎。中岡慎太郎の統率は大きいね。そうですね。じゃあ中岡慎太郎を行かせます。で、歩兵もかけておきましょうか。この後、どうしても戦争で、かしこまりました。倒幕を行っていかなきゃいけないという諸事情があるので、多少お金を使ってでも、ここは、兵力を上げておきましょう。で、長久なんで、マイナスというかペナルティというか、ボーナス的なものはないので、しっかりと、ここは、めんどくさい部分もありますが、やることはちゃんとやっておきます。他建てられるところがちょっとないかな。そしたらどうしようかな。商人町をちょっと数としては承知いたしました。用意しておきましょう。で、あとそうだね、漁村とかも建てられるのであれば建てておきたいな。承知。もう本当に、この先、それはそれは厳しい倒幕の戦いが始まるので、やれるときにしっかりやっておく。かしこまりました。で、お金がもうちょっと使えるかな。漁村はもう建てられるところがないね。貯水池も建てられるところがないので、そうすると城下に傭兵宿でも作っておきますか。後藤正次郎。じゃあ一旦ね、お金に余裕を持たせてこういう状態で進めていきましょう。早速増強かけてるね、みんな。であれば領土の拡大は急いだ方がいいですね。報告いたします。先月の収支です。お金はだいぶ使っちゃいましたが、秋なので兵糧が早速入ってきてるというのはありがたい。ご命令ください。では外交も入れておきましょう。まずはそうだな、長州とは、吉見を通じておきましょう。金を使いますが。長州に誰をやるか。うわぁ、龍馬の相性が悪いんだ、長州とど。これはちょっと意外だなぁ。そしたら、板垣大輔を送ろう。あと、薩摩とも、金脈を通じておきたいですが、まだ薩摩には届かないね。じゃあ、まずは毛利だけでいいかな。あんまりお金に余裕もないことですし。では、宣戦布告していきましょう。いきなりかというのもあるんですが、宣戦布告をして、我らの力、見るがよい。取りに行きましょう。福島正則が敵方につくな。加藤も敵につくと。ここは脇坂を飲み込みたいので、全軍を挙げて出陣していきましょう。
舞台編成はどうしようかな。舞台を小分けにする必要があるかどうかというところですね。坂本権兵衛隊がなかなかすごいね。権兵衛に後藤象二郎に龍馬。まあ一旦この5部隊でおそらく落とせると思うので出撃していきましょう。倒幕するためにはまずね、この四国全土を抑えて、まあ国力をね、幕府に対抗できる、それだけの力を溜め込んでいかないといけないので、そこから当たりましょう。で、またここでね、大阪の陣のシナリオが入りますので、ここは一応見ていきます。報告いたします。先月の収支です。表情を始めよう。さあ、表情です。表情ですが、まあ、軍事、商業中心に入れておきましょう。で、まずここなんですけど、山内陽道でしょ？で、あとはその三世、吉田東洋。龍馬も入れたいですよね。あと、能力的に、優位な、まあ、中岡慎太郎とかこのあたりはどうしても商業軍事で獲得施策力が高いので入れていきます。で獲得値の高い陽道、中岡慎太郎、コンベ、あとは近藤長次郎を入れておきますか。いや、3人なんで以上ですね。陽道を入れるとどうしてもこれが限界かな。これにて表情を終わる。で、施策力ですね。まずは武人尊重、部隊移動速度上昇、農兵、歩兵、足軽歩兵、それぞれ小、これは最初に入れておきたいですね。あと小仁田隊か高速行軍か、まあ高速行軍かな。あとは商人尊重も入れておきます。進出の費用低下も入れよう。あとは梶村、解放されるならしてほしい。こんなところですかね。まあ最初としては悪くないかなっていう感じがしますね。お金がマイナス489。これもなかなか厳しいな。早めに、なんとかしたいな。あとですね、まあ長州の方を見ておくと、武将は、まあ、伊藤博文とかね、入ってますが、もう散ってますね。各国に。ここには高杉晋作が入ってますね。広沢。で、あと、薩摩の方には、武将はね、当然薩摩藩士が入ってます。東郷平八郎。東郷平八郎、統率は微妙なんですけど、内政値が非常に高い、そんな武将になってますね。あとは中村半次郎とかね、黒田清隆。こんな武将たちが入っているという状態です。小松立脇。で、あと、徳川将軍家の方なんですが、もう武将散っちゃってるかな。まあ、出てくれば当然そこでね、いろいろと使っていきたいなとは思うんですが、徳川将軍家は武将の数も豊富だろうね。家康がいるね、ここに。勝海舟がここですね。桜城に入ってます。
で、あと、ちょっとポイントになっていた、新選組の部隊、隊士たちは、ここ保科家に入っています。まあ、左之助がいて、伊藤幸四太郎、藤堂平助、新八、歳三、あとは山南さんですね。山南さんとか、あと吉村勘一郎とかも入れてみました。こんな感じですね。で、もう一つ、高遠城の方も武将を見ると、残りのね、沖田総司がいて、近藤勇がいて、西郷頼母とか松平容保もね、まあ、会津藩の前身にあたる保科家の方に、今回は入れさせていただいています。斎藤一とか、ちょっと怒られるかもしれませんが、ルロケンから持ってきました。という感じで、武将たちが揃っているという状態です。では、引き続き脇坂攻略戦をやっていきましょう。うん、違う違う。加藤家だね。加藤家攻略をやっていきます。加藤義昭だね、ここは。さあ、いよ、松山城の攻略。どうだろう？始まるかな？野戦になるかどうかも報含め告いて、たします。注目していきましょう。先月の収支です。いやいや、いよいよ金がないな。下地を。お金をなんとか確保していかなきゃいけないので、どうしましょうっていうところだな。まあ、お金をちょっとここで獲得するために物を売るというわけにもいかないので、まずはこの伊予松山城の攻略をサクッと進めていきましょう。いやー、野戦にならないか。一応敵の3倍近い兵は用意してますが、強行でも82日。普通に攻撃すると3ヶ月。包囲で92。まあ、ここは無難に包囲だな。3ヶ月間かけて、伊予松山城を攻略していきましょうか。まあ、3ヶ月間の間、なんとか、お金と、兵糧と、食いつないでいきましょう。
まあ、ここはしっかりと、まあ、兵を温存して兵糧攻めで伊予松山城を取りたいというところですが、それにしたって兵糧がないな。ご命令ください。まずは兵糧を回収する必要があるね。で、今回は特にどこにも承知、進出ができないので我慢ですね。火巻きをしておきます。高知城の方は開墾しておこう。で、お金がないことをどう補填するかなんですが、まず歩兵を一旦中止する。これで完全にプラスになるので一旦この状態を維持しましょう。伊予松山城のね、まあ、いわゆる籠城戦というか兵糧攻めというか、まあ、そこはもうちょっと時間がかかりますね。先月の終始です。表情を始めよう。では表情です。かような策はいかがでしょう。提案強化か。まずは同じ商業軍事でいきます。まあ、中岡慎太郎権兵衛、それで近藤長次郎でいこう。提案強化に関して言うと、まあ、いくらあっても困らないというのはあるんで早めに入れましょう。ただこれをやるには議論50が必要なので、議論50は次しっかり貯められるように、覚えておきます。あとはそうだな、小荷田隊で兵糧の消費量減少小は入れたい。今まさに兵糧がゴリゴリと減っていってるので。で、あとは湾口整備、牧畜支援は入れます。で、農兵徴用、今足軽がそんなに雇える状態ではないのでこれも入れておきましょう。で、次は農業と議論の方へと施策を変えていきたいと思います。まあ、今回はねここまでにします。ご命令ください。で、金がないからとりあえず何もできないだ。伊予松山城を攻略したらまたねお金を貯めて、そこに進出したり投資したりっていったことができるようになると思うんで、一旦それを待ちましょう。ガハ、金がなくて長州との親善も一旦ストップか。先月の終始です。いや、これは本当に参ったな。あとどんくらいで伊予松山城が落ちるか。もうそろそろね落とせるとは思います。落としましたね。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。さあ、全員ここは雇っていきます。で、伊予松山城を攻めた部隊は撤収。これで兵糧がね、減っていくっていうリスクがなくなると思います。というような感じでね、倒幕のためのまあ勢力拡大をまずはしっかり行っていって、まあ家康をね、徳川将軍家をね倒していく倒幕運動を開始していきたいというふうに思っています。で、そのためにはね、まあ長州、薩摩、このあたりとしっかり結んで、幕府に対抗できる一大勢力を築いていくのが、まずは最初の作戦になるというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続き、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、
興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。